当にやばい。どうしよう。お腹空きすぎて。食べみすぎでしょ。やばいんですけど。じゃーん。ナゲットに、ポテトの L サイズに、マックフルーリーに、スキヤのチーズ牛丼の中盛りに、キムチ。やばすぎ。頼んじゃった。やばいです。食べよう。お腹すいた。もう無理。本当に無理。ちょっと。マネージャーさんに、いつも私ご飯をね一人で食べるんですけど、寂しいからマネージャーさんにね写真とか動画を送るんですよ、グループラインに。今日もグループラインに送るように送ります。食べます。お腹すいた。ちょっとこれ溶けちゃうとあれなんで、ちょっと冷凍室に入れてきます。ご飯がいつも残っちゃうから中盛りにしてるんですけど、それでも残っちゃうんだけど、具食べちゃう。まあ最悪ご飯は明日食べてもいいし、納豆とかかけよう。おいしいです。 YouTube 撮影中で書こう。納豆が好きで、そういっつもご飯が残っちゃうの。具だけ食べちゃって、めちゃくちゃさ、スズムシとかさ、カエルの音が聞こえるとか言うんだけどさ、私の部屋いつもこの音鳴ってるの。空気清浄機の音。前髪切った。気づいてくれて嬉しいです。いや、ポテトって美味しいよね。うん！ YouTube のサムネ撮るの忘れた。もう食べちゃった。どうしよう。どうしよう。お腹空きすぎて YouTube のサムネ撮るの忘れた。やばいやばいやばい。どうしようどうしようどうしよう。めちゃくちゃいい絵だったのにさ、もうなくなっちゃったんだけど。しかもポテトもさ、もうなんか半分ぐらいなくなっちゃった。最悪。やってしまったよ。サムネ撮るの忘れた。日曜日カフェ並んでた時、天使女神と思った前野さんだった。嬉しい、ありがとうございます。前すぎ、ありがとう。よくね、本当にそんなに食べるんですかみたいに言われるんですけど、これで証明できるかな。前ライブでペヤングの大盛りを食べたことがあるんですけど、その時も結構びっくりしてもらったんですけど、今日は結構すごい気がする。いつもよりめっちゃ食べるんですよ。よく小食っぽいって言われるんですけど、うん。マネージャーさんが見に来た。ミクさん、一人で寂しくてインスタライブしちゃった。どうやったら胃が大きくなりますか。うん、こんなの。うん、おいしい。うん、いつも脂っこいもの食べてるイメージ。でもなる。てりたまバーガー食べてない。かわいすぎる。嬉しい、ありがとう。あ、YouTube 撮ってる。いや、あのね、ツレツで言ってたのはチーズ焼肉牛チーズ牛カルビ焼肉丼だったんだけど、なんかね、もう売り切れちゃったっぽくてキャンセルになっちゃったから、チーズ牛丼の中盛りにした。キムチ乗せた、トッピングした。うん、このトップス今日発売です。イヌビズです。 YouTube 撮ってんのいつも忘れちゃう。しかもこんにちはハーブティーもしてないんだよね。こんにちはハーブティー。はい、マイノンです。あと、あとポテトだけ。ポテトってさ、めちゃくちゃ食べたくなりません？私いつもポテト2本で食べちゃう。食べたい？食べる？はい。 YouTube のカメラにも。ゆうじくんが食べてます。パク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 。あ、ピントが、ピントがパク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 。ということで、かけら。うん、ごちそうさまでした。完食しました。幸せ。ということで、今日はですね、この後はちょっとお仕事が残ってるので、お仕事をやっちゃいたいんですけど、お仕事やっちゃってから、さっき買ってあるマックフルーリーをご褒美で
食べたいと思います。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。まだインスタライブしてるんですけど、挨拶しよう。じゃあ恥ずかしい。ということで終わりたいと思います。それでは良かった方はチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。それでは皆さん、おやすみ。ミルクティー、バイバーイ。あー。